おはようエテ。どうしたんだよ。幽霊でも見たような顔して。俺はちゃんとここにいるぞ。戦いを終えてお前の元に戻っ帰ってきたんだ。もう俺はどこにも行きやしない。この場所でみんなと暮らそうじゃないか。それとも死ぬか。お前はこの楽園が嫌なのかな、エテ。ダークマスター、ドブレイカー、ブレイカー。ん？迷うことはないだろう。みんなで平和に食わらせるんだ、この楽園でな。ずっとここにいればいい。俺たちが一緒にいる。そうだろう。アンセス様の言う通りです。ずっとここで暮らしていきましょう。僕たちも一緒だよ。それでもダメなのって。それとももしかしてお前は レナーテのことが気になるのか。レナーテなんてここにはいない。もうお前とは関わりのない女だ。あいつがレナーテがいたから苦しみ、傷つき、辛い思いをしてきたんだ。お前はあいつと関わるべきじゃなかった。レナーテのことなど忘れてしまえ。忘れろ、エテ。戦いもレナーテもお前には必要ない。そういうわけにはいかないんだ、兄ちゃん。兄ちゃん、兄ちゃん、あっ、95点が俺を待っているんだ。な、周囲の人物から異常な感じをしました。リアクターを起動してください。繰り返します。周囲の人物から異常を感知しました。リアクターを起動してください。ちょっと喋ってみよう。一緒だね。全てが壊れてしまいます。リアクターを止めてください。お願いです、早く。ダメダメで、ずっと一緒にいようよね。どうしても拒むのか。繰り返します。周囲の人物から異常を感知しました。リアクターを起動してください。はい。サンチョ、これで見破ると。ダークマスター、貴様、エテ、どうしたの、エテ、エテ。95点。よかった、正気に戻ったのね。マザールームの催眠装置を自らの意志で跳ねのけるとは、この戦いにかける貴様の意志、決意はそれほどまでということか。ならば小細工など無用、直接貴様を叩き潰すまで。いでよ我が最強のモンスターたち、カシャロット・アパデマーク。うわぁ、もう完全ブレイク化してんじゃん。侵食とかじゃなくて、もうブレイクじゃん、これは。決意など圧倒的な力の前には無意味なものに過ぎぬと教えてやる。けど、綺麗だね。なんか、宝石みたいで。こいつらも仲間できんのかな？いずれは。ゆくゆくはね。てか、これ、ラスボス戦？もしかして、もう最後？これ。っていうことでよろしいか？いや、けど、これ、まだあるよな。なんか、これがラスボスなわけないよな。なわけないわ。どう考えても、それは違うわ。だって、主様じゃん、これ。主様と、主様と、その、なんだっけ？変な名前のやつ。とりあえず状態異常効くかどうかだけ最初にチェック。向こう向こう向こう、不気味も向こう、全部向こう。状態異常は効かぬと。そうなると、こうして一回スクルトで固めていこう。
命令作るとで道具バイシオンガンガン使っていくでもうバイシオロンシャグネツいいダメージだハイテンションうー164凍える吹雪は大丈夫そうだなんか思いのほか大丈夫そうだった。道具でもう一枚貼っとこう。スクルト。ルカニオンとかいいんじゃない？いけ。もしかして主様に乗ってない？ダークマスター。守備力下げられた。大丈夫。スクルトかけ直すから。スクルト。オッケー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 。ヒャダマタール。ヒャドマータ。なんだそれ。新技？んで、そろそろやばいから、レジェンドホーン出して、んで、命令じゃなくて命大事にしてスカラングをこう。100それでも170きちい。マモキ惑いの息問題ない。吸い込んだドラゴンバーン、いいね。で、アモスツイ。ハイテンション。うーわー、一撃。さあ、早々に、回復薬を失ったわけでござんすが、どうしましょうか。どうしましょう。特上いけ。灼熱死なれえかな。そんな簡単に死ぬわけねえよな。ヒプノスハント、カウンター。やばい、ダメだ、死んだ。うそー、嘘だと言ってくれよ。落ちてるから命令できない。ギガレイン死ね。惑いの息。おお。とりあえずライド。どうしたもんかな。マラ。待て、まだワンチャンあるぞ。諦めるな。乗らない方がいいな。オッケー、とりあえず生き返らそう。生き返らしてからが話はそれからだ。ハイテンション150ライトボディだぞ。おお、ナイス。よく避けた。自利品すぎる。
特上薬草を使って命令でベホマラ撃って回復絶対追いつかんし、これ追いつかんし、誰も来んし。あ、けど、オッケーオッケーオッケー、メタルライダー、困ったな。困ったな、これはもう MP ないし、もう1と0って、もうハイテンション、一撃死ねえ。くそ、一匹も殺せねえ、一匹も殺せやしねえよこれ。ああ、世界を救えなかった。トゥルルルルルルル、トゥ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 。はあ。これはちょっとまた一つ、また一つレベル上げなきゃいけないわけか。もうワンランク強化しないといけないか。まず、まあまず分かったのは、その状態異常は効かないっていうこと。ってことはにんまりが必要ない。で、メタルライダーが結構有効的だった。うん、あの呪文ね。ただハイテンションからの一撃があるので、それをどうにか防ぐ手段、やっぱ防御力が必要。ちょっとなんか配合でさ、なんかできないかな、今いるので。なんかいない？あー、こいつらか、ブラックゴーレム。黒竜丸、黒竜丸いいな。マデュラをちょっと育てるってのもありだな。あー、まあなんやかん、何かしらの配合をしてまたレベル上げしなきゃ勝てないな、これは。勝てん、うん、もうその途中途中の中ボスでもうギリギリやったもんだって。はい、ってことでね、とりあえず今日はここまでだな、うん、今日全クリする予定だったんだけどな。一回また配合とレベル上げして、新たな最強パーティーを作ってもう一回挑戦しようと思います。はい、とりあえずね、うん、ちょっと強化していきます。